します。みくじを失礼します。これね、こっちで行かせていただきたい。めちゃめちゃうまい。プロテインの中でうまいというよりも、もうミックスジュース界で戦えるくらいうまい。ということで、Bレジェンドさんから発売されるコアラコアラシコラボプロテインは、ミックスジュース味、バナナ強めに決まりました。関西風ミックスジュースというやつですかね。いや、こちらに決定させていただきます。ということで、Bレジェンドさん、あとはよろしくお願いします。ちょっとなんか背景ごちゃついてますよね。いや、別に大丈夫ですけど。別に大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい、コーラさんが大丈夫なんであれば大丈夫です。すいません、これでお願いします、はい。じゃあコーラさん、ちょっと今日はお願いいたします。あ、よろしくお願いします。コーラさんにお伝えしてたんですけど、あのパッケージのイメージを3案と、はい、フレーバー名渡してたんですけど、はいはい、フレーバー名で何かこういいかなみたいなものってありました？こっちでやったら、あのコアラさんの、あのガーッと混ぜてバーッと振ったらミックスジュース風味が結構好評で、はい、で、あとまた、あのビタミンミネラルミックスジュース足りてますか風味、これも結構この辺がいいかなっていう反応だったんです。本当ですか。この、はい、まあ、なんかそのフレーバー名になんか僕のテイストをどれだけ乗せるのかっていう部分もあるかなと思って、はい、例えば全然知らない、僕のことわからない、そんなコアラコアラ知らねえぞっていう人でもミックスジュース味のプロテインは飲みたいと思うかなと思ったんで、はいはいはい、なんかビタミンミネラルミックスジュース入ってますかって多分言われたら、あ、このプロテインはビタミンミネラルも結構ちゃんと入ってんのかなみたいな、そういう勘違いというかミスリードが起きるんじゃないかなと思ってて。なるほど。それはどうでしょうかね。なんか逆にビタミンミネラル入れちゃいます？ビタミンは入ってるんですけどね。あ、ビタミンはそうか。そう、ビタミンは入ってるんですけど、確かにミネラルって言われたら。しかもまあ、プロテインパウダーにじゃあビタミンミネラル入れるかって言ったら、いや、それはそれで別で取ってくれよっていうね、感じもあると思うんで。はい。そうですね。どっちかというと、僕、この2つがもしいいという話なのであれば、はい。まあ、ガーッと混ぜて、バーッと振ったらの方がなんか、関西感も出てるし、はい。まあ、それも、僕のこと知らない人にも伝わっていいのかなっていう気はします。なるほど。ガッと混ぜてバーッと振ったらですね、これは。これ長ないですか？大丈夫ですか？いや、一応ね、デザイナーさんから言われてるのは、うん、14文字前後がいいかなとは言われてるんですけど、ただでも大丈夫だと思います、うん、ですね。あ、はい、あとこのガッと混ぜてバーッと振ったらっていうこの言葉で大阪風っていうイメージがちゃんと持ってもらえるのかなっていうのを、どうなんだろうっていう、やっぱり大阪風っていうところをちょっと押したくて、まあ一応関西弁ではあるんですけど、これがどれだけの人になんか関西風のミックスジュースなんだっていうふうに思ってもらえるのかなっていう、パッケージに関西感を出すのか、はいはい、あ、ちょっと パッケージの方も一回ちょっと小原さんに見てもらいましょうかね。そうですね、並行して、はい、そうですね、はい、ちょっと画面共有させてもらいます。一応3案作ってもらったんですけど、はい。これがまずあの小原さんからもらったやつのヒソパターン名ですね。これ好きだ。これを、そうですね、これ面白いですよね。はい。で、あと2つが思いっきりポップな感じで、そうですね、これは多分小原さん推しやと思うんですよ、このパッケージは。はいはいはい、小原さん推しのパッケージっていうのと、ね、あのミックスジュース推しですね。うんうん、これも味のイメージは伝わりやすいですよね。そうです。これがミックスジュースを前面に出したパッケージで、でこれがもう小原さんを前面に出したイメージで、これはもうあれですね、これまでのビーレジェンドをなぞったようなパッケージのイメージで、でここのバッチのところで、はい、まあ、訴求するような感じになるんですかね。うん、はい、僕これが一番なんていうんですか、その多くの人に受け入れられるのはやっぱりあんまり小原小原氏を押しすぎない方がいいかなっていう気もするんで、はい、これならまあ僕のこと分かってくれてる人はこういう小原小原氏になって分かるし、分からん人でも拒否反応なく選んでもらえるような気がするんで、僕は個人的にはこれが一番好きですかね。はい、なるほど。で僕もこれは面白いかなと思ったんですね、やっぱり。でも、はい、パロディーにもなってるし、はいはいはい、はい、じゃあちょっとフレーバーの名前っすよね、もうちょっとなんか大阪感みたいな関西感を出せたらよりいいってことですよね。どうなんですかね、ミックスに関してその関西っていうのを押すのか、別にそこはそんなに押さずに別にミックスジュースっていうことでいくのか、でも
ちょっとなんか大阪風みたいなのが入ってる方が引きがあるというか、ちょっとみんなの気にはなるんかなっていう気は個人的には思うんですけど、そうですね、ちょっとこう飲んでみたいなって思って手に取りやすいような気がするっていうぐらいなもんで、やっぱそこをちょっとやっぱ小原さんのなんかこだわって作ったんで、はい、そこに沿った名前にするべきだと僕も思うんですよね。はいはいはい。でこのミックスジュースのこのバッチっていうんですか、この左上のロゴに関してはここも確定ですかね。もうこの画像は変えられるので、私ここで関西感を少し入れるのも一つありかなって思ってます。うん、そうですね、なんかここで関西感のあるイラスト入れるのもなんかありかな。でもなんすかね、関西風のイラストってなんかなかなかないですよね。なんすか、たこ焼きの絵入れるわけもいかんし。僕もそれ出ますけどね。え、私、まあ、関東人なので関西のイメージだと、はい、通天閣とか、あ、はいはい、そういうイメージですね。通天閣、大阪城、そうですね、まあ通天閣かな。通天閣か、あんまりね大阪っていうイメージを、大阪って食事が多いから。そうっすよね、食事ではなく大阪の雰囲気っていうのはなかなか出すの難しいですよね。それかなんかフレーバー名とは別でなんか関西風とか入れてもいいかもしれないですね、なんかラベルとかで。うーん、そうですね、まあ一番ストレートで分かりやすいですもんね。僕まあ意外となんか普通ですけど、大阪の喫茶店ミックスジュース風味っていうのはなんかうまそう、うまいんじゃねえのそれってなんか思うんですけどね。あ、これですね。そうですね、なんか味のイメージとまではいかずとも、うん、なんか飲んでみたいなというか、どんなんなんやろうっていうので、でさらに、まあ、大阪っていうのも入ってるんで、なんか僕の中では結構ありな名前な感じで。なにわのミックス、なにわなんか響きはいいけど、うん、なんか大阪の喫茶店のミックスジュースっていう方がなんかうまそうな気がする。確かに飲んでみたい感はありますよね。あれなんかいつも俺が飲んでんのと違うの、何が違うのっていう興味は引く感じがします、僕は。そうですね、なんか、うん、まあ別にこれめちゃくちゃどうでもいいんですけど、もう売り上げにも1ミリも関係してこないんですけど、後ろの、あの、はい、150から250の水に溶かしてみたいな、あの説明文関西弁にとかできない。全然いいと思いますけど、まあ、全然いいと思います。問題なければ別に、はい、僕もそれしたから何ってないんですけど、まあなるほど、ちょっと書いときますわそれ。なんかそれだと、あ、関西風なんや、まあ、そこまで見て買う人もおらんけど、なんか、はい、あそこにガーッと混ぜてバーッと振ったら入れますか。それもね、それもいいかもしれない、いいかもしれへんね。いや、すごくいいと思います私は、はい、確かにこのちょっとパッケージのイメージとかフレーバーの名前とか、はい、こんなのバッチの部分とかもまたちょっと出来上がったらあのシェアさせてもらいますんで、はい、ぜひそっちの方向で、はい、進めさせていただきます、はい、すいません、お時間いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ビタミンミネラルマッチョ立ってますか？プロテイン、プロテイン、プロテイン。あー！コロコロチです。今日はですね、重大報告ですね。なんとですね、私が愛飲しております B レジェンドさんとコアラコアラ氏、プロテインコラボすることが決定しました。とうとう起きましたよ。筋トレ10年近くやってきて。自分が飲んでるプロテインと自分がコラボするという奇跡で、まあ気になるところはフレーバーだと思います。何味かと言いますと、もう僕が大好きなやつ、お酒味じゃないです。お酒味じゃないんですよ。チューハイ味ではないんですよ。今回コアラコアラシと B レジェンドでコラボして作ったプロテインのフレーバーは、大阪の喫茶店のミックスジュース風味。しかもですね、ただのミックスジュースじゃないんですよ。大阪の喫茶店で飲んだあのミックスジュースの味を再現してくれと、ね、こういう趣旨でやっていただきました。で、実際フレーバーに関しては、めちゃめちゃ何回も、協議を重ね、文句言わせていただきました。もうちょっとこのバナナ味強めに出してもらえませんかとか、甘さを残しつつちょっと酸味増やしてもらえませんかとか、もう僕の好みをもうふんだんに盛り込みました。そんな大阪の喫茶店のミックスジュース風味、めちゃうまです。これもうめちゃくちゃうまいです。ちょっと後で飲みます。でね、 B レジェンドのコラボプロテインといえば、パッケージがね、
やっぱり毎回楽しいことになってるじゃないですか。ね、初めの一歩の時なんかっていうのは書き下ろしやったりとかね、まあ、パッケージっていうのもこだわりがあるわけですよ。ここに本日パッケージのサンプルが届いております。これです。あれ、今までのパッケージと一緒やんって思いませんでした？思いましたよね。違うんですよ。よく見てください。なんとこんなことになっちゃったんですね。よく見てください。僕ですね、これ。僕なんですね、これ。これが通常のパッケージ、通称 B レジェンドお兄さんと呼ばれるこの通常パッケージです。そして今回のコアラコアラシコラボプロテインがこちらです。はい、告示させております。はい、告示させていただきました。一緒。ね、フレーバーの方はね、こちらですね、大阪の喫茶店のミックスジュース風味ということになっております。はい、このようなこのようなパッケージでやらせていただきます。どうですか皆さん、コアラコアラシがプロテインのパッケージになっておりますよ。これどうですか、これ。嬉しいな、おい、俺やな。これいいよな、これさ。しかもさ、ちょっと聞いて、これさ、ちゃんとさ、なんかさ、何、どっかスタジオでさ、ちゃんとメイクしてさ、髪型やってさ、でなんか照明とかちゃんとやって撮ったみたいな感じの写真に見えるやん。ちゃうねんで、これね、俺が俺んちで一人で撮った写真やね。すごない？この写真自体はもう2年ぐらい前から、多分2年前ぐらいに撮った写真。これ写真撮ったまま、その写真は全然使わんかったよ。で、お蔵入りにしてて、まあいつかどっかのタイミングで出すかとか思ってて、これ並んでたらそんなにね、わかんないですからね、パッと見ね。いやー、とうとう俺も来るとこまで来たな。まさかさ、体鍛えててさ、自分がプロテインのパッケージになる日が来るとは思わへんでな。でですね、今回ですね、この、コラボプロテインの発売を記念しまして、プレゼントキャンペーンというのを行います。そのプレゼントキャンペーンはですね、B レジェンドさんの公式のツイッターアカウント、そちらの、ツイートをリツイート&フォローしていただくと、それが、プレゼント企画の参加条件となっております。なので、この動画がもう公開されたら、そのプレゼント企画も始まりますんで、まあ、概要欄にリンク貼っておきます。B レジェンドさんの公式ツイッターアカウントの方を確認してみてください。プレゼントキャンペーンに関しましては、なんとですね、このプロテインをプレゼントするだけじゃございません。そこでしか手に入らないオリジナルグッズのプレゼントもございます。それはこちらの T シャツになっております。はい、こちらが、そのプレゼント企画でしか手に入らない限定のオリジナルコラボグッズというふうになっております。ぜひぜひプレゼント企画に、たくさん皆さんも参加していただきたいなと思いますんで、ぜひね、対象のツイートのリツイートフォローよろしくお願いします。とあるね、ロックバンド調のロゴですよね。ちょっとロックな感じで行かせていただきました。はい、今からバキバキに筋トレやるぜっていう、このね、あのガンギマリコアラですね、プレワークアウトでも、飲んだんでしょうかね。で、この黒にこの黄色のプリント、この黄色っていうのはですね、これですよね、我が家のラックの黄色ですよ。ちょっと一回着ましょうか。ちょっと一回着ますわ。178cm80kg、こんな感じのサイズ感となっております。はい、ということで、今回の重大報告でした。あ、違うわ。ちょっと待って、飲むプロテイン飲まなあかんがな。はい、粉の色はね、このシンプルプロテインパウダー色です。入れまして、シェイクですな。これちなみにガシャガシャガシャってやると、まあよく溶けんねんけど、あのこう回すようにシェイクすると余計な泡が立たなくていいです。はい、ですぐ溶けるんよこれ。いや、これもね、やっぱいいとこなんですよね。これもこだわりポイントですよ。この溶けがよろしい、すぐ溶けるタイプのプロテインだからね、あのこのガシャガシャしなくていいの。シャカシャカって 2,3 回やって、あとくる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 って回したらもうすごく溶けるから。見るほら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 、見える、ほら、もう全然泡とか、余計な泡とか立ってない。じゃあ、早速いただきたいと思います。大阪の喫茶店のミックスジュース風味です。あ、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいんよ。開発段階で何回か飲んでるから、うお、こんなうまいんかっていうリアクションではないのよ。もう何回か飲んでるのよ。めちゃくちゃうまいんよ、これマジで。過度に甘くない。で、爽やかなフルーツフレーバー。で、これ牛乳で割っても絶対うまいと思う。あ、牛乳で割ってみようか。
ちょっと後で牛乳で割ってみよう。飽きのこない飲みやすさっていうの。あのね、これ俺のプロテインやから勧めるとかじゃなくて、ガチうまです。ガチうまのやつなんです、これ。牛乳割りもいただきます。はい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 。わかりました。ミックスジュースオレです。ミックスジュースオレになるんですね。牛乳で割るとね。うまいですね。普通にグラスに入れて、氷いっぱい入れて、ストロー刺して、飲みながら3、40分ちょっとだべってたいぐらい。ほんまにうまいのよ。ちゃんと喫茶店感出てますから。発売日はですね、8月25日。夏の終わりに発売させていただきます。夏は終わるけど、美味しいプロテインが発売されるな。そんな気持ちになっていただきたいなという思いを、込めております。多分。はい。というわけで重大報告でした。途中でも言いましたけども、 B レジェンドの Twitter 公式アカウントにて、プレゼントキャンペーンを行います。このオリジナル T シャツと、こちらのプロテイン、ミックスジュース風味のプロテインが当たる Twitter プレゼントキャンペーンやっております。ぜひぜひそちらにも参加していただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。純粋にこのプロテインは飲んでみていただきたい。あとですね、このパッケージの裏側、こっち側にもですね、こだわりを持って作らせていただいておりますので、そちらはですね、購入していただいた方がご自分の目で確認していただきたいなと思っております。以上、ぜひよろしくお願いします。8月25日発売、 B レジェンドコアラコアラシコラボプロテイン、大阪の喫茶店のミックスジュース風味の販売を告知するという重大発表でした。ありがとうございました。じゃあまた。